スターウォーズのロボットに見える飛行機が飛ぶ。全日空は世界で人気があるシリーズの映画、スターウォーズをイメージした飛行機を作りました。スターウォーズの新しい映画が12月に始まるためです。この飛行機はスターウォーズに出てくるロボットの R2D2 に見えるように絵が描いてあります。17日、映画のファンなど約90人を招待して、羽田空港からこの飛行機が飛びました。ファンたちは、スターウォーズに出てくる人たちの姿になって乗りました。飛行機に乗った男性は、中のライトや席などを見ても、 スターウォーズを感じましたと話していました。全日空は2020年までこの飛行機を国際線で使って世界の人たちに見てもらいたいと考えています。山梨県韮崎市大村聡さ,さんのノーベル賞をお祝いする 今年、ノーベル賞をもらう大村悟司さんは、山梨県稲崎市出身です。18日、稲崎市の人たち、約500人が集まって、お祝いの会を開きました。稲崎市の内藤久夫市長が、おめでとうございます。大村さんが、 いつも、にらさきがふるさとでよかったと話してくださって、とても嬉しいです。と、お祝いの言葉を言いました。にらさき市は、大村さんの像などを公園に置いたり、大村さんが使っていた品物を市民交流センターに展示したりすることにしています。大村さんは、 大勢の人にお祝いしてもらって嬉しいです。サキ市のように歴史があって綺麗な風景の場所は世界でもなかなかありません。と話しました。オーストラリアでソーラーカーのレースが始まる。18日。 太陽電池で走る自動車、ソーラーカーのレース、競争がオーストラリアで始まりました。家でも使う普通の太陽電池で北のダーウィンから南のアデレードまでオーストラリアを約3000キロ走ります。速さなどで優勝を決める2年に1度の大きいレースです。 今年は22の国などから42のチームが参加しています。日本からは東海大学など5つのチームが参加しています。東海大学は前優勝したことがあります。東海大学の福田康太監督はぜひ優勝したいです。 と話していました。途中でキャンプをしながらソーラーカーは太陽が出ている時間だけ走ります。一番早いチームがゴールに着くのは21日頃になりそうです。NASA、冥王星の地下には 硬い氷があると考えている。アメリカの NASA が打ち上げたニューホライズンズは今年7月、冥王星から1万2000キロのところまで行きました。NASA はニューホライズンズが今までに送ってきた冥王星のデータを調べて発表しました。NASA によると冥王星の表面は 凍った窒素や一酸化炭素などに包まれています。2000メートルから3000メートルの山や広くて平らな場所などがあることもわかりました。凍った窒素などは壊れやすくて山の形になりにくいため NASA は地下に水でできた硬い氷があると考えています。 冥王星の大気、星の周りにある空気は高さ約1670キロのところまであることもわかりました。ニューホライズンズがデータを全部送るまであと1年ぐらいかかります。NASA はこれからも新しいデータを発表していく予定です。 次は日本でワールドカップストリートラグビーを紹介イギリスで行っているラグビーのワールドカップで日本は3回勝って世界から注目を集めました次のワールドカップは2019年に日本で行いますもっと多くの人にラグビーを楽しんでもらおうと 初めての人でもできるストリートラグビーというスポーツができました。15日、東京の京橋でストリートラグビーを楽しむイベントがありました。イベントには約60人の小学生や日本に来ていたロンドンのボリス・ジョンソン市長が参加しました。小学4年生の女の子は フライができて楽しかったです。2019年のワールドカップを見に行きたいと思いました。と話していました。ストリートラグビーは一つのチームが3人で試合の時間は2分です。ストリートラグビーを考えた人は商店街など狭い場所でもできるため、 これからいろんな場所で紹介したいです。と話していました。